おはようございます。梅の花の季節ですよね。お出かけ前に30分お付き合いください。教えて兵庫。神戸市北区にありますのどかな眺めのいいカフェに来ております。と言ってもまだオープンしてないんですけどね。橋本さんがやってきたのは今年夏のオープンを目指して開店の準備が進められているカフェということで、何かを始めたいなと思っている皆さん必見ですよ。今回のテーマは企業。こちらの皆さん全員起業家なんです。主婦もいれば退職後に起業したこんな方も。会社辞めちゃうと居場所がないんですね。家では全く居場所ないし。年齢性別に関係なくやる気さえあれば起業するチャンスは誰にでもあるんです。お邪魔します。こんにちは。橋本さんが訪ねたカフェのオーナー日の上美和さん、15年間看護師として病院や介護施設に勤め、その経験を生かしたカフェをしたいと今は使っていない実家にテラスを増設したんです。病院に来る患者さんって病気になってから来るじゃないですか。それよりも、地域で健康なうちから日常的に関わりができたらなと思って、今コミュニティナースっていうのが全国的に始まってるんですけど、カフェをやりながら地域の方々の健康のサポートができたらなと思ってます。オープンしたらメインのメニューになるものを試食させていただくことに。卵かけご飯ですね。え、私が知ってる卵かけご飯とイメージ違う。おー、とろりんと言っちゃった。めっちゃモリモリに盛り上がってて新鮮そのものちゃいます。地元で採れた卵に自家製の肉味噌を合わせていただきます。なにこれ、程よい辛みと甘みがあっていい食べっぷり。人気メニューになりますよきっと。実はこのカフェのオープンにあたってすごく力になってくれているところがあるそうなんです。企業プラザ兵庫っていうところがあるんですけど、そちらで私はいろいろとサポートを受けています。まさか自分が補助金を受けてこんな活動が始められるとは思っていなかったので、もう本当にきっかけは些細だったんですけど、そういうサポートしてくれる場所があるっていうのはすごいありがたいなと思ってます。企業プラザ兵庫ってどんなところなんでしょうか。日野上さんと一緒にお伺いしてみました。2017年10月にオープンしてから連日企業を目指す若者などでにぎわっているそうです。運営をしているのは自らも企業経験のある中西正幸さん。企業っていろんなスタイルがあると思うんですね、はい、企業って一言しかないですけれども、自分のライフスタイルに合った企業っていうやり方もあるし、やっぱりこれから社会を変えてやるぞみたいな企業家もいる。そのいろんな企業家が生まれることが、面白いなんか表現生まれてるよねっていうのが、全国とか世界に発信できるんじゃないかなと思います。企業プラザ兵庫ではコワーキングスペースのほか1人用から6人用など広さの異なるスモールオフィスが17室あり、月額制で事務所として利用できるんです。こちらは今年1月に起業したばかりの主婦の浅田さん。家でやってるとダラダラとしてしまうんですけど、ちゃんと場所を借りたりしてやっているときちんと成果を出していかないといけないなという自分なりのこのなんていうかモチベーション維持にもなりますね。退職後にシニア向けのセミナーを主催する事業で起業した方もいます。今66です。66歳、はい、
もうええ加減仕事せんとこうとは思わんかったんですか？ですからね、はい、今やってることは仕事とは思ってないんですよ、うん、ですからこうセミナーとか、まあ、特にね、うん、定年後の居場所を探そうということですから、これが大きなお金になるとは思ってません。その代わりまあなんか人のために役立つだとか、それくらいにつながればハッピーに元気になったらそれでいいんじゃないかな。さらにフードピクトというものなんですが、あ、かわいい、ありがとうございます。今のお子さんのアレルギーが非常に増えているのと、あとインバウンドで海外からベジタリアンですとか宗教上食べられないものがある方がどんどん来るようになってきていますので、言葉ではない食材表示としてこういったものをメニュー表示に使っていただいたりですとか、パッケージに使っていただいてます。ここに入居するとやっぱりデザイナーさんも周りにいますし、あと会計さんとか社労士さんとかも、あの起業する上で必要なものは全てあるので、まあ、非常に助かってます。企業プラザ兵庫では起業家の横のつながりも大切にしているんです。起業家が集い、それぞれの意見やアイデアを出し合うミーティングを繰り返し行っています。浅田さんの商品を、まあ、どっかの企業にマッチングさせるっていう機会を持ってもらって、あの全国に広まってきているんですけど、ご存知ですかね。ミーティングには先ほどカフェをオープンさせると言われていた日野上さんの姿も。企業プラザ兵庫でコーディネーターにアドバイスを受けながら事業の成功を目指しています。それで結構よく連絡して、コーヒー一杯100円ぐらいで売ってしまって、なんかこうとりあえずこう補助金が下りてるうちはうまくできるけど、その後うまく回らない。それはなんでうまく回らないかっていうと、なんかそこに特に特徴がなくって、そういう意味でこの日野上さんのやってるのはコミュニティナースっていう今時代にめっちゃ合ってる、あの特徴があるんで、すごくうまくいくのかなと思って、なんかこうやっぱりいいアイデアがあってると支援する側も支援したくなるというか。最大のメリットは相談しながら事業を展開することができるところなんです。わあ、なんかちょっとだけこう揺れてるのが感じられるのもウキウキしちゃいますね。すごく可愛いかも。どうしたんです橋本さん、テンション上がっちゃって。こちらは女性用の靴のかかとにつけてチャームの部分が取り替えて使用できるというシューズアクセサリー。今はオンラインショップのみでの取り扱いなんですが、準備が整い次第店頭での販売を目指しています。この企業にチャレンジしているのは内田直子さん。主婦業をこなしながら企画、製造、販売を手掛けています。なぜこの靴のアクセサリー作ろうとお考えになったんですか？そうですね、最初のきっかけは、うん、もう自分の靴についていたアクセサリーが壊れたので、うん、修理しました、うん、でその時に、自分で作ったアクセサリーが、かかとの部分にこう、はい、つけてみた時に、うん、かかとにアクセサリーがついてる靴って可愛いなと思ったんですよ、単純に。2017年9月に開業届を提出してから企業プラザ兵庫のスタッフとともに事業の拡大を図っています。でも行けます、別にかかとさえあればかかとがある、まあ、これをあの多くの女性の方に使っていただきたいと考えると、やっぱりこれ商品化して事業化しなければ広まらないですよね。でそれは自分が動くしか起こらないことなので、まずはもう本当にやって、ダメ元でやってみようと思い切って作ってくれるところを一から探して、はい、もういろんなもう試行錯誤、もう靴ずれを何回もやって、もう形とか厚さとか、素材とかデザインとかいろいろこう工夫を重ねて、一応ようやくここまでなんとか形になったっていう感じですね。はい、でも主婦業されながらの起業ってまた大変なんじゃないですか？はいはい、人生死ぬ時にあのアイデアを実行していたらどうだっただろうかと思うのが嫌だったので、やってみて失敗だったらしょうがないんじゃないですか。なのでもうそこまでやってじゃないと納得できないなと思って、はい、だからこれ失敗しても納得なんですよ、はい、また次のことを始められるので、はい、
まあ、すごいそこのマインドがすごく素敵いえいえとにかく前向きな内田さん、パワーの源は企業プラザ兵庫に来ることだと言います。こういう雰囲気とかもいかがですか、はい、これやっぱりね、背中を押されますね。頑張ってる人が他にもたくさんいるっていうのを実感しているとちょっと眠いとか言ってられない結構集中もできます。やっぱり家だと家のね用事がね気になるでしょ。こういう場所がなければ進むものも進んでないと思います。はい、じゃあ本当にうまく内田さんはこちらの場所を活用されているというわけですね。させていただいてますね、はい、いや今回もいろいろ勉強になりました。皆さんもこんなアイデア思いついたっていう時にはこちらの企業プラザ兵庫に相談してみてはいかがでしょうか。私も起業しちゃおっかな。兵庫トピ、利便性もあるけれど自然豊かな町稲川町。知ってました？稲川町のおよそ8割は県立の自然公園なんですって。そして一年を通じて美しい星空が楽しめる町なんです。そんな稲川町には夜空の星だけではなく美味しい星、稲川スターフードがあるんです。スターフードを求めてやってきたのは能勢電鉄日生中央駅に隣接するサピエの中のファミグリア。お好み焼き屋さんのようですよね。お邪魔します。こんにちは。こちらにスターフードがあると聞いたんですけど。はい、私のところのスターフードはお好み焼きとチーズフォンデュを組み合わせたちょっと面白いお好みになってます。果たしてそのスターフードとは。じゃじゃーん、わーすごい、お好み焼きを器にしてチーズが入ってる。野菜も星形、またこれかわいい。スターフードの定義は稲川町の野菜を使うことなんですって。フォンデュを食べ終わったら器も食べられます。お餅が入っていてチーズとの相性抜群。また野菜でリースをかたどったお好み焼きも。お祝い事などにも好評だそうです。続いては道の駅稲川にある食事処そばの館。お、十割そばですか。こんにちは。いらっしゃいませ。こちらにもスターフードあるんですか。はい、こういうそばがございます。おー、なるほど、これがスターフードのおそばですか。5つの種類のおそばを召し上がりいただける5つ星そばでございます。なんと5つ星そば。そばは稲川町産のそば粉を使った10割そば。さっと茹でて冷水で締めて、10割そばならではの深い味わい。椎茸や小松菜など稲川町産の野菜もたっぷり、まさに美味しさ5つ星。そして道の駅のショップでは地元のスイーツ店サンエトワールの星形ドーナツを買うことができます。お土産にぴったり。おお、美味しそう。3つ目のお店は創業以来30年以上愛され続けるイタリアンの名店トリト。こちらには何ともロマンチックなスターフードがあるんですって。ねえねえ、オーナーシェフ、なんていうメニューなんですか。コース名が星空に捧げる2人だけのコースですね。わお、これがそのコースですか。なんて素敵。
しかも素材から調理法までシェフのこだわりが満載なんです。まずは星やハートをあしらった前菜、次に春らしい緑色のパスタ、ロマネスコや黒キャベツなど6種類の稲川産の野菜を使ってソースにしています。ポタージュ状のソースがパスタに絡んで最高。トッピングのお野菜もシャキシャキでベストマッチ。クリーミー。本格的な薪窯で焼いたカルツォーネという包み焼きピザ。少し焦がす料理法をイタリアでは悪魔を意味するディアボロと呼ぶそう。中から可愛い星型のお野菜が出てくるんです。デザートには星をかたどったティラミス。これはもうすごくロマンチックで、ディナーで2人で食べてくれたら最高にリッチになりますから、ぜひお越しください。星空きらめく稲川町で食べてほしいスターフードでした。今週のパパちゃん、パパちゃん自分の番組見てるの。結構勉強熱心なんだね。今週の輝きさん、今回の輝きさんは播州赤穂の名物ガイド鍋谷春樹さん、そしてリポーターは、いやーききら殿、おやめください、浅野殿、電柱でござる、武士の情けが打たせてくれ、いやーもう人だちゃちょっと矢野パン何してんの。いやどうもおはようございます、矢野パンです。いや実はね、僕忠臣蔵が大好きで、特にあの松の廊下のシーン、あれ時々ハラハラ手に汗握るってそんな感じしませんか。いや僕もね本当にうわー言って見てしまうんですよね。いやいやもうそれはわかるんですけども、でなぜそこで忠臣蔵なんですか。あ言ってなかったですかね。実はですね、今日は忠臣蔵の舞台となった赤穂城跡に来ているんです。今日の輝きさんはこちらでガイドをされている方、どんな方なんでしょうか。あ、ちょっとアップきてある。この方かな。あ、すいません。おはようございます。おはようございます。大石蔵之介さんでよろしいですか。まあちょっと名前は似とんですけどね。鍋谷春樹と言います。全然違うね。あ、違います。優しい雰囲気の鍋谷さん、69歳。今年でガイド歴11年のベテラン観光ガイドなんですが、驚きの経歴が。ガイドの発表会というのがありまして、はいはいはい、兵庫ツーリズム協会というところがやってまして、それにまあ参加して、はいはい、まあ、一応賞をいただいたことがあるいうことですかね。賞、はい、知事賞といいますか。兵庫県知事賞ですか。まあ観光ガイドの腕前を競う大会に出場した鍋谷さん。県内にはおよそ70団体、1000人以上のガイドがいる中、ユーマを交えた話術が評価され、去年最優秀賞の兵庫県知事賞を受賞したんです。これは蔵之介住んでた当時のもの。築城当時からの建造物はこれだけしか残っております。はい、そしていきますのでね。はい、どうぞ。鍋谷さんが普段ガイドするのは赤穂の忠臣蔵ゆかりの地。ちなみに忠臣蔵とは藩主の敵を討つため、赤穂の浪人が名家である吉良に討ち入るという江戸時代中期に起こった赤穂事件をもとに作られ、小説や映画などで今なお楽しまれている物語です。山賀流神太鼓なる神太鼓などございません。しかし吉良側の証言の中に赤穂の者太鼓を打ちながら打ち入ってきたという証言が実はあるんです。
裏門は木土でドーンドーンドーンってこう打ち上げたんですね。でこういう音が太鼓と間違えられたんだと思います。鍋谷さんは播州阿古観光ガイド協会に所属していて、主にツアーのお客さん向けにガイドをします。多い時は月6回ほど、一度に30人から40人のお客さんを案内するんです。より分かりやすいガイドをするため、歴史の勉強は今でも欠かせないという鍋谷さん。他にも欠かせないことについて聞いてみると、水泳してます。実は鍋谷さん、ガイドをする体力作りのために水泳を始めて、週に2回14年間続けているんだとか。その他、声の出し方にも気をつけて、滑舌よくゆっくり喋っています。知識がもう豊富というかね、すごいね。人の気持ちをパッと掴むような言葉パッと言うからね。とてもいいお勉強になりました。ありがとうございました。さて、矢野パンも案内していただくことに。阿古城跡のすぐそばにある阿古大石神社、君主の仇討ちを果たした阿古浪士47人が祀られており、大きな願いが叶うということで人気の神社なんです。波佐間十次郎いうのはね、実は吉良上野介の一番最初にあの槍でブスッとこうついた人。ああ、そうなんですか、はい、そう思うとのが武武氏像のね、作り方されてますもん ね。こちら、はい、竹林、はい、この人が実はあの波佐間十次郎の後で切った人なんです。おお、はいはいはい。ほぼこの人の刃で吉良上野介は命を落としてる、はい、いうことでね、はい、で昔の映画ではよくあの生きたままこう引きずり出されてね、うん、切腹せえという場面がありましたけども、はい、あれはもう真っ赤なのそうです。ちょっとだから色つけて面白おかしくやったと。はい、いや、なんかいろいろ想像膨らむな、面白いな、はい、相手に分かりやすいということが一番大事だと思います。ですから あんまり難しい言葉じゃなくて簡単な言葉で、相手さんによってね、うん、ある程度考えて喋ります。はい、面白いガイドいうのが、うん、あの理想ですね。以前は小学校の先生をしていた鍋谷さん、55歳で退職した後、もともと歴史好きだったことから播州阿古観光ガイド協会に入って活動を始めました。今までに行ったガイドは11年間でなんと700回以上。こちらで観光ガイド協会の皆さんの勉強会が開かれているということなんです。鍋谷さんも中にいらっしゃるということで行ってみます。ガイドをする傍ら、鍋谷さんが力を入れているのが後輩ガイドの育成。この日開かれていたのは、去年末に行った研修の報告会。この重吉から茅野三平は何になるかいと、大叔父ですわね、おじいさんの弟や。今後ガイドの中でね、そういうことも言うていったらいいだろうし。現在播州阿古観光ガイド協会の会長をしている鍋谷さん、良きリーダーとして熱く指導に当たっています。鍋谷さんはどんな方ですか？とてもよく何もかも知ってるんでね、はい、あのガイド歴が古いいうだけで知らないことも多いんで、うん、あれはどうだったかなって尋ねると必ず答えてくれます。頼りにしています。頼りにしてる、はい、でも大先輩ですからね、はい、いろいろあの勉強させていただいて、はい、まあ、できるだけあの人に近づけるように、あら、まあ、頑張りたいなと思ってます。憧れの的ですか？校長先生みたいなもんですよ。あ、はい、学校の中の校長先生。そうそうそう。勉強会の後、ガイド仲間でよく立ち寄るお店に案内してもらいました。地元阿古の塩を使った名産品、塩味まんじゅうや塩大福などが人気のお店です。こちらのお店っていうのはどれぐらいの歴史があるんですか？創業が嘉永6年なんです。嘉永6年、はい、165年165年なんですか、はい、
いやそうですか。でも大体同い年ぐらいですか。誰がちょっと私の方が若いから。若い、ちょっと若い、うん、15年以上のお付き合いだという店長さんに鍋谷さんの印象を聞いてみると、いつも勉強されてる方です、ね、あ、そう歴史のことだったりもう幅広い何でもなんですけど、はい、いろんなことを勉強されて教えてくれます。観光客を呼び寄せてくれる力があると思います。この日も学習会を終えたガイド仲間が勢ぞろい。ここでも熱く議論を交わします。皆さん本当にガイドがお好きなんですね。今や赤穂の名物観光ガイドとなった鍋谷さん、赤穂の魅力を伝えるだけではなく成し遂げたい目標があるのだそうです。たくさん観光資源はあるんですけどね、はい、それ以外にやっぱりガイドは一つの資源やと、観光資源やと、はあ、いうふうに思ってもらえるようなガイドになったらいいんじゃないかなと、まあ、そうなったら、うん、一番ベストだなと思ってますけどね。赤穂が大好きな鍋谷さん、より多くの方に赤穂の魅力を伝えるため鍋谷さんの勉強は続きます。いやー鍋谷さん、明るくて元気ではつらつとしてて勉強し、やっぱね、憧れのこう人生の先輩っていう感じがしましたね。でまた何よりも地元赤穂のことをね、もう大好きで、その熱い思いっていうのが伝わってきました。これからもどんどん赤穂のことを皆さんに広めていってほしいと思います。赤穂観光ガイドの鍋谷さん、確かに輝いてました。矢野パン、ありがとうございました。この番組でご紹介したお出かけスポットで写真を撮って SNS にどんどんアップしてください。ハッシュタグは兵庫発信、ハッシュタグをつけて SNS に投稿していただいた中からご覧の商品を5人にプレゼント。プレゼントはハガキやファックス、番組のホームページからも応募できます。すべての宛先はこちら。締め切りは3月20日水曜、必着です。ではまた来週。